制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。
こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍で
つ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少
少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考え
えてみませんか？こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度な
粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、
美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で、何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で、何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で、何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で、何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で、何を恐れるべきなのか考えてみませんか？こちらは心の山伊藤です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、
何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。
ます。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。
区の少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を
恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつを
に過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が
増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。なんかさ、ここでもライブあるよ。俺はずっと映ってた。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに、過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが
奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。
こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館、美術館、大学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍で
学、リスクの少ない業種まで制限をされ、さまざまな楽しみが奪われています。今一度、何が必要で何を恐れるべきなのか考えてみませんか。こちらは心の病棟です。コロナうつをゼロに。過度なコロナ自粛に反対します。このコロナ禍でうつ病などの精神疾患の方が増加しております。映画館